バンシュは、ベルギーのエノー州にある、基礎自治体。人口は32,409人、総面積は60.66平方キロで、1平方キロメートルあたりの人口密度は534人で、ある。1977年にバンシュ・マチトブレイ・ビュブリング、エピノア、ルバルトラウニー、ペロンヌレバンシュ・レッセボドレの7コミューンが合併し、誕生した。バンシュのカーニバルは年に、 ユネスコの無形文化遺産に登録されている。市の標語は神聖ローマ皇帝カール5世のモットーのプルスウルトラである。皇帝は1545年、万首を妹のネーデルラント総督、マリア・フォニエスター・ライヒに分け与えた。総督はこの地で豪奢な生活を送り、ジャンボローニャの一番の師匠として知られる、建築家で彫刻家のジャック・デュー・ブルックに城を改修させた。 城は一時期、フォンテーヌブロー宮殿にも引けを取らなかったが、1554年に、フランス王アンリ二世の軍勢に滅ぼされた。ありがとうございます。